日本北海道札幌市中央区伏見伏見は、北海道札幌市中央区にある地名。町名としては、1から5丁目まである。萌岩山山六の地域で、かつては肥沃な畑だったが、1970年代末には、落ち着いた住宅街となった。1871年、この地の家父を受けた山形県鶴岡町の佐藤。 三蔵が父親らと共に開拓を始めた。当初は存名がなかったが、この地で農耕に励む加藤田植え門、日山石蔵、戸谷立兵本間彦助の四名にちなんで四軒村と呼ばれるようになった。八百七十四年には山花村の一部となり、萌岩山の根際にあるところから山根通という俗称が生まれた。1九百六年の二級村静止校により、 もいわ村第六部となる。1907年2月に札幌伏見稲荷神社が琴似に村12県から先座してきたことにちなみ、1910年に地名を伏見と改めた。札幌市への合併後は伏見町という名称だったが、1979年2月に伏見町名式の住所表示となった。市外局番の一覧、総務省。 2017年3月30日閲覧。ABCDEF 札幌地名校 P45 札幌地名校 P144 札幌支配市長名。ありがとうございます。